今年の県内の路線化はおよそ5センチ点の平均で、去年から0.2パーセント下落しましたが、下げ幅は去年の0.5パーセントから縮小しました。また県内7つの税務署ごとの最高路線化地点はいずれも去年と同じでした。このうち最も高かったのは19年連続で岐阜市吉野町5丁目の岐阜停車場線通りで。 一平方メートルあたりの価格は去年から四点一パーセント上昇した五十一万円でした。また高山市上山の町の上山の町下山の町線通りは一平方メートルあたり二十六万五千円で、上昇率は名古屋国税局管内の岐阜、愛知、三重、静岡の四県で最も高い十七点八パーセントとなっています。 岐阜県内の路線価に詳しい不動産鑑定士の小池育夫さんによりますと高山はインバウンドが順調に回復していて観光需要による新規ホテルの建設などもあり結果として路線価を押し上げたと分析しています。